えー、こんばんばは DP の今,井です、えー、今日のチャンネルのですね話は、まあ、ちょっとうちの生徒と今度ハーフマラソンをあのチャレンジするっていうことをですねちょっと話したいなというふうに思ってます。これがですねめっちゃ嬉しいんですよ。でなんかあのーまあ、マラソンのね話何回かこのチャンネルでもしてると思うんですけど、あのーまあ、僕自身ねあの2キロぐらいからしか走れなくてもともと文化系の部活だったって話はすごいしてたと思うんですけど。 あの、初めて多分生徒とチャレンジするんですよね。で、一回、あの、大阪マラソン、えっ、ー、と、うちがあの、チャリティ、あの、寄付先だった時に、あの、ある高校生の子が、まあ、18歳なんですけど、あの、DP のためにチャレンジしたいと、寄付集めるためにやりたいって言ったんですけど、その大会が、まあ、フルマラソンで、あの、高校生はダメだと。あの、18歳以上、 なんだったんですが、ダメだったんですよね。まあ、大会の規定によりだったんですけれども、だからすごい残念だったんです。なんですけど、まあ、今回、あのー、やっぱり一緒に走れるってことが決まっていてて、で、やっぱその子結構苦しい環境の子なんですよね。で、ま、なんでもいいんですけど、そういうなんか成功体験的なもの、まあ、スポーツでもいいし、何でもあの、なんですよ、まあ、キャンプでもいいかもしれないし、 いいと思うんですけど、なんか、やっぱり、あの、そういうチャレンジ系のものって、やっぱ生徒にとっての自信にもなるんですよね。で、特にその子は、あの、ま、学校行ってなかった時期も多かったし、ま、時間も長かったし、 家庭環境もちょっといろいろあった子だったので、あの、初トライなんですね。で、やっぱり、ま、仕事と今、あの、ま、学校通いながら今やってるんですけど、あの、ま、マラソン通して実は今一緒にも練習してて、まあ、僕の、ま、知り合いの今、起業家にも会ってるし、あの、ま、友達とかにも会ったりとかもしてるんですけど、やっぱりなんか人との輪がそこから広がるんじゃないですか。 だからやっぱり、今までなかなか会ってないような大人たちとも会えたりとかするきっかけにもなるから、やっぱり、なんかそういうチャレンジ系のものってすごい、人の縁も作るし、成功体験も作るかもしれないそれまではやっぱ練習もやっぱ努力として目を結ぶので、僕はちょっと楽しみですね。まあ、ハーフマラソンなんですけど、あの、まあ、実は僕、サハラ、砂漠の時に、まあ2年前なんですけど、初自分でチャレンジした時に、16歳の男の子が、 お父さんと一緒に走ってたのを見てて、わあなんかこれ、あの、生徒とも一緒に走りたいな、みたいな風に思ってたんですよね。だから、あの、今回、来年なんですけど、来年の1月になるんですけど、あの、関東の方で走れることができるっていうのは、もう僕にとっては、これ、いい経験、僕にとってもいい経験になるし、あの、生徒にとってもいい経験になれるんじゃないかなと思ってます。はい。ぜひ、あの、 そうですね多分その状況は SNS とかでも上げたりとかもするので皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい、あのー、そうですね、まあ、DP のことですね、まあ、本当に年間1000人ぐらいですね、あのーまあ、高校中退とか不登校の経験している子たちの関係やってますけれども、あのー、応援よろしくお願いします。このチャンネル、またいいね登録とかですね、あ,とあいいねの方してもらったりとかチャンネル登録とかもよろしくお願いします。そしたらまたね、今日はあの生徒の,あのチャレンジする話でした。ありがとう。